こんにちは。こんにちは。ヤンボツアーズ新入社員の前澤です。福永です。本日はシルスグライフの社員の自慢のアイスライフライルお弁当を紹介したいと思います。イエーイ。これから一つずつお弁当を紹介していきます。一つ目がシェフ自慢の肉厚ハンバーグ&温野菜ボックスです。ちゃんと目玉焼きも乗っていて美味しそうです。はい、2つ目の紹介です。2つ目は島野菜と自家製パイ生地のゴーヤキッシュです。中にゴーヤも入ってて美味しそうです。3つ目の紹介です。3つ目はヘルシー白身魚の手作り和風ソース&温野菜ボックスです。魚も美味しそう。ハンバーグはハンブルグという都市で作られており、タルタルシェイクと呼ばれていたそうです。では温野菜いただきます。ドレッシングめちゃくちゃ美味しいです。いろんな野菜が入っていて、かぼちゃとか白菜、人参も入っていてめちゃくちゃ美味しいです。では3つ目をいただきます。うん、美味しい、美味しい。あの和風ソースが乗ってて、魚めっちゃ柔らかくてご飯にめっちゃ合います。めっちゃ美味しい。次にキッシュを食べてみたいと思います。キッシュはフランスのアルザスロレーヌ地方の家庭料理だそうです。うん、おいしい。私も食べてみたいと思います。ふんわりだけど下もサクサク美味しいです。美味しいです。お弁当を食べて本当に